えー、それでは、えー、まず最初に皆さんと一緒にですね、三、え、期、ー、モ門をいただきたいと思います。えー、紫の晴天、えー、だったり10ページ目になっています。また画面にも映、えー、し出しています。第三問、三期モ門。 人参受け方し、今すでに行く。仏法を聞き方し、今すでに聞く。この身根性に向かって土せずんば。さらにいずれの将に向かってかこの身を土せん。大衆ともに死神に参謀に帰依したてつるべし。自ら仏に帰依したてつる。まさに願わくは主張とともに。 大道を体芸して無常お子さん。自ら方に帰営し立てつる。まさに願わくは主情と共に深く共造に入りて知恵海のごとくなら。自ら僧に帰営し立てつる。まさに願わくは主情と共に大衆を通りして一切無芸なら。無常人人未明の方は 百千万語にも愛をことかたし、我今検問し、自事すること得たり、願わくは如来の真実義を下したてらんノマンナブス、ノマンナブス。それでは、えー、引き続き三仏芸を一緒に、えー、いただきたいと思います。えー、紫の聖典は73ページに載っています。 이제는 또 여자며 묵연도니 지가드마니 슈거에녀가신싯배 유냐그즈목 요라요게 조세무리 조각은 나용 오르지모 까이모 조지 쌀마치에 이덕금을려수쇼게 ジンダイゼンで

三昧智严仪咒，五声陀罗尼，复有金刚地藏功德，地藏大愿，皆悉得闻。

인여고자조 붓, 세, 가, 붓, 흑, 가, 게무 쇼, 세, 도 고, 명, 시, 쇼, 행, 시, 쇼, 고, 뇨, 세, 쇼, 지, 이제 나여 영가사문고근어다이 조심이며 너저저는 고근여다요니만어서 あのあいみどだんいさいじもらしょしねでじょじょじどががでらぐあのおぶんしみょ 제가 신여, 어떤가, 너희, 리기셔, 셔욕지머세소지에 무게 조려시소 지가신여,

それでは今日のお話をさせていただきたいと思いますが一番最初にですねちょっと、えー、あ <laughs> まあこの会教師の仕事をしていますとですね、えー 一番、一番っていうほどでもないですけど、なかなか、あの、いくつか、えー、なんちゅうんですかね、仕事関係の悩みっていう中でですね、まず一つは、えー、毎月、えー、ニュースレターに記事を出すこと。ねえー、これも私30年、開、えー、教師をやってるので、 えー、30×12 だと、えーね、360回、えー、記事を書かなければならないということが、うん、なかなか、まあねうん、うまくいくときはパッと芽生えてですね、書けるときもあれば、うん、考えても考えても思いつかないときもあります、えー。また、それの他にですね、毎週こうやって 飽和することがかなりの、えーまあ、悩み事になるわけです。で、そこでですね、やはりあの、どうしても普段の生活の中から、えー、いろいろ考えさせていただき、えーまあ、取り入れるわけなんですね。で、そこでですね、今日は、ね、ちょっといくつか紹介したいことがあるんですけど、まず、あの、これなんですけどね、えー、この、 私たちがいつもお供えするわけなんですが、えー、もちろんお花とかですね、あとは果物とかですね。でも一番中心にはこのご飯ですね。まあ私たちお仏飯っパンと呼ぶわけなんですけど、仏の飯ですね。お仏っパン。で、これをですね、あの、いつも用意させていただいているわけなんですが、 ま、これを見たらかなり大きいんですね。これ私の手ですよ。ねえー、でも、あの、本願寺の方、本願寺のと比べたらもう比べ物にならないわけです。っていうのは、この本願寺の物販機自体がもうこれぐらいあるかな。そして、え、ですね、あの、人の頭の大きさと言われてるんでしょう。 で、実際に近くにいたら本当に大きいんですよね。で、あのー、そのご飯をどう、終わった後、お参りの後、どうするかっていうですね。で、まあ、一般のお寺、まあ、ここもそうなんですけど、大体このお仏飯をの用意するのは、まあ、私が毎週炊いてるわけですね。で、えー、その持続、地のお寺のものが、 それをいただくわけなんですね。あるいは、これを分けたりすることですね。で、えー、最近、最近というか、去年からですね、新しく、このお寺の、えー、事務所にですね、レナコさんという方が入ったわけなんですが、レナコさんは、あの、レナコさんのおばあさんがお寺出身だったんですね。で、その、レナコさんが子供の頃、 よくおばあちゃんのお寺に行ったら、そのおぶっパンを食べる機会があったというんですね。で、そのおばあちゃんの話では、これを食べると賢くなると、ね、言われて。だから私も、あ、そっかと思って、えー、時々、れなこさんにも、このおぶっパンを分けてるわけなんですよ。ね、で、レナなこさんは3人娘がいるわけです で、その娘たちにその話をしたんですね。これを食べると賢くなるっていう話をした。そしたら娘たちがこれをマジカルライスって呼び出したよ、ね。そしてある時、この娘さんの一人が、お母さん、私がこのマジカルライスをま,まだまだ食べきれてないというか、あの足りないのかわかんないけど、学校の成績が 全然上がらないっていう,いう,いう話を行いして、うん、まあ、マジカルライスですね。おまあ、その子供たちっていうのはと,とても素直でですね、あの、と子供たちから得られるものがたくさんあるわけなんです。で、実は、あの、今週のあ水曜日だったかな。水曜日に、あの、ここすぐ近くのですね、メックマス。 ハイスクを、えー、高等学校あるんですけど、そこからですね、えー、高2と高3の、2クラスが、あのー、お寺を見学しに来たわけですよ。で、その子たちはみんな、あの日本語の授業を受けてるわけですね。 で、一時間ぐらいお寺の歴史など、あとはちょっと漢字をですね、書いておし、あの、前もここでやったあの、お寺の字、どこから来るかとかですね、そういう話をしたわけなんですよ。で、えー、それをした後にですね、あの、まあ、えー、二日の、次の日かな、木曜日に、この郵便ポストにですね、お礼状が来てたんですよ。で、そのお礼状って言うと、 まあ、いろいろ書いてるわけなんですけど、中にはですね私が面白いと思ったのはですね、スティーブストン仏教会の歴史を教えてくださってありがとうございました。 仏教についてたくさん習って、楽しい時間を過ごし、あ、それじゃい。楽しい時間を過ごしました。どこだったうん、すごい上手な日本語です。うん、あ、ここがこれか。生田先生は面白いと思います。えー、ありがとうございました。私は日本人ですから、生田先生はとても大事です。<laughs> でも、あのお思いつることには、その,いあいそのお礼状の下にですねああ、あるいは横にですねあの、お地蔵さんの絵がいっぱい描いてあったんですね。です、これ、先生のお勧めでこれをやったのか分からないんですけど、えー、ん な,ないのに、でも、やはりこういうお地蔵様っていうのが、あの、仏教の印象なのかなもっと日本仏、まあ、よくこの子,子供たちだったら、うちの子も一緒なんですけど、今、アニメっていうのが非常に流行ってるんですね。でアメ、アニメの世界の中には結構お地蔵さんの絵が出てくるわけなんですよ。ね、あの、 えー、ナルトっていうね、忍者もの,の話とか、そういうのは結構裏に、あの、お地蔵様とか、まあ、一般的日本の仏教を表す、まあ、仏像の一つなんですね。で、あのお、ちょうどその、これを見てですね、 えー、まあ、い、いいいいくつ思い出したことがあるんですけど、一つは、この、お地蔵様って、かなり日本独特の、お、えー、菩薩になっているわけです。あの、インドから、えー、キシタガルバっていう菩薩としていたのはいたんですけど、日本に仏教が入って、 で、またそのお地蔵様は独特の立場を持つことになったわけです、えー。一つはですね、皆さんもよくご存知だと思うんですけど、この水濃くようによくあのお地蔵様が出るわけです。で、その話っていうのは、えー、この流産あるいは中絶で子供を失った時ですね。 どこからこれ来てるのか、1500年あたりですかね、あのー、この子どもたちが実は親不幸になるわけなんです。なぜかというと、親より先に死んだからって。で、それでですね、まあ、伝説なんですけど、話の中ではそういう子どもたちは、三頭の川の横の三の河原という場所に行って、 その償いとして、その石をですね、縦、うんうん、に積み上げなければならないとなってるんですよ。で、そこにですね、鬼が金棒を持ってきて、その石を倒したりするわけなんです。また子供たちを叩いたりするわけですね。で、そこにですね、お地蔵さんが定期的に現れるわけなんです。で、 自分の裾の中に、その子供たちを隠してですね、それの中に隠して、その、まあ、そこからん解放するわ。そういう話があるわ。だから、そのお地蔵さんっていうの、子供を守る菩薩っていう一つあるんですね。また、あの、旅人のを守る菩薩。あるいは妊婦さんを。 守る菩薩ってうでこの水国用に関してはですねあ,のある、えー、学者さんの記事を読んでたら、えー、まあ結局西洋ではですね今の,もあの特にアメリカ北米の方で、えー、話題になってるのがこの中絶が法律上してもいいのかダメなのかっていう印 え今、アメリカの最高裁判所で、今度またダメになるのではないかっていう話をしてるわけです。だから、アメリカの方で大きい問題になってるわけなんですね。で、あのー、その、えー、対決運の、運の対決先生という先生が記事の中で、この水国用のことを書かれて、その中では、 日本は、その、お母様とか、この人間の、うん、権利というか、お母さんたちを責めるんじゃなくて、これをどうやって乗り越えられる方法として、この水子供養をつくと。ですから、えー、日本のおいろんなお寺に行くと、えー、小さなお地蔵さんの仏像が、 立てるわけで,すで、そこにはよく、あのあ、何、あの、赤いですね、あの、何かけっていうんですか。よだれかけ、よだれかけあ、よだれかけをしてるわけなんですね。あるいは、それぞれ自分の家から持ってきたよだれかけやつ。で、結構ですね、そこには、まあ、泣けるような、えー、 そのお母様からのメッセージが載ってるわけなんですね。で、それを読むと、やっぱりいろんな理由で、まあ、流産もそうですけど、中絶されたときに、やっぱりそれぞれの理由があるわけなんですね。で、その結局、その仏教でこれを。 解,解決ではならないんですけど一番苦しんでるが当本人なのでその人たちがどうやったらこの苦しみを少し慰めることができるかっていうことでこういう形を取ったというんですね。だから非常にあのなんていうの素晴らしいやり方で、ね、これが法律上同行じゃなくて、ね、この苦しんでるものを苦しみを和らげるための 方法としてあると、ね、で、これが非常に大切なんですよ。で、またこの守られるということもやっぱり私たち誰でもそうなんですね。生まれた時から守れ守られたいわけなんです。人間の本質としてですね。で、このお地蔵様もそういう役割、まあお地蔵様だけじゃないんですけど、この,あの仏教の中ではよくこの,あの仏像、そういう ことも踏まえてですね、意味があるわけなんです。だから、まあ、これ一番分かり、かりやすい例としては、あの、アフガニスタンでタリバンが爆発したあの、バミアンの仏像ですね。大きな仏像が前あったんですけど、爆発されたんですが、破壊されたんですが、あの、そのバミアンの仏様ですね、 なんであんな大きいものを建てなければならなかったかっていう質問が出るわけなんですよ。で、それはですね、なぜそんな大きいものを建てたかっていうと、あれはちょうどですね、あの、シルクロードっていうで、昔、そのインドからアフガンスタン通して中国まで続いてたですね、道があったわけですよ。で、それはですね、その、旅人がですね、 あれを遠くから見てですね、あ、あそこは自分が休める場所であるっていう印なんです。まあ、要は今だったら、あの、道端に大きな看板とかあるじゃないですか。えー、マクドナルドあと何キロやりますとかで、ねえー、まあ、あれと、まあ、同じって言ったらおかしいですけど、まあ、要は、その旅人に、えー、安心する心を持たすわけなんですね。 あのまあ、今回の6月は記事にも載せたんですけど私もこのお地蔵さんに非常に、えー、感動というか感銘を受けたあの思い出があってそれは、えー、1994年だったと思うんですども,もうだいぶ前昔の話ですけどまだ 会長師になって2年ぐらいだったかな。あの、ちょうど夏にですね、本願寺の方で、えーせえー、国際青少年研,研修団っていう、えー、プログラムがあったわけなんですね。そのプログラムには、あの、世界中から、その、青少年たちが本願寺に集まるプログラム。本願寺がスポンサーして、 集まるるプログラムがあるわけですでたまたまその1994年の夏に私があの印,刷印刷することになってカナダの団体を連れていくんで10人ほど子どもたちもう 15, 15から20歳の間のう子どもたちを連れて日本に行ったわけですよカナダの全国のお寺から 何,何人ずつということででそこでですね、えー、ちょうどあの本願寺関係で親鸞上人のご旧跡参拝って親鸞上人がいた場所に行く回っていくわけですねでその中にあの東京の北に稲葉っていうところがあるんですけど、えー、その稲葉に親鸞上人はな、えー 20年ぐらい過ごしたっていうところがあって、まあ、そこに参ったんですよ。で、その稲葉っていうのは、あの、日光に割と近いんですね。だから私たちが、その、旅の途中で、その、稲葉に親鸞商人のとこを参り、参りして、それから日光に行ったわけです。で、皆さん、あの、日光は東照宮で有名で、あの、 徳川家康のですね、東照宮で有名なんで、すごい観光地なんですね。うん、行ったらもう人がいっぱいいるわけなんですね。で、私たちが、まあ、一泊日光で泊まることになってて、まあ、日光の、東照宮のすぐ周りにはホテルとかいっぱいあるわけなんですよ。特に立派なものもありますけど、まあ、子供たちも連れですからね、そんな立派なホテルよりも、 まあ節約のために、ちょっと離れた場所の、えーまあ、ペンションっていう、えー、言えば、こっちで言えば、何やろう、う Airbnb みたいなもんですが、家をですね、あ解,あ解消して、その、ペンションにした、あのタ、タートルインっていう、タートルインペンションっていうところに泊まって、一泊泊まってですね、ちょっと離れた場所だったんですけど、 それが、その次の朝、あの、私と、私のいとこも一緒にカナダから民卒として行ってたんですよ。で、二人で朝早く散歩行こうということになって、えー、散歩を出かけようとしたら、そこのペンションのオーナーがですね、私たちに、あ、ちょっと、こっから15分ぐらい歩いたところに、こ、あのー、自運寺、自、え、費、ー、の雲の寺っていう、 自雲寺っていうお寺があるけど、そこには行く価値があるって言われてるんですねで。何があるのかなと思って、二人で散歩に出かけたわけです。で、これは、あの、宝生宮から反対方向に歩かなきゃダメだったんですが、ちょっと山の方に行くわけですね。で、行ったらですね、あの、まずその門に、 たどり着いて門をくぐってその寺院寺門寺の中に入ったわけですよ。で、えー、まあ、普通のお寺だったんですけど、その奥まで行くと今度また、えー、山門三道があるわけですよ。そのお寺に参るための道が山の方から来るわけなんですね。で、そこをちょちょっと歩くとですね。 まあ、あんなに美しい場所がに日本でも限られてるんじゃないというぐらい美しいところに襲いついたんです。えー、というのは、えー、その道のですね横に片方は川が流れてるんですでそ,そこの辺りが、まあ、岩で何ち言う地形が岩なんでその川がその岩の間を掘ってですね 綺麗な川が流れてるんです。で、その反対側の斜面にですね、あの、お地蔵様のがずらーっと、まあ、80体ぐらい並んでるわけなんですよ。ちょっと待ってください。今、写真をちょっと出しますので、えー、皆さんもよくわかると思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。これがですね、何とも言えない。 あの素晴らしいものなんですよ。それがですね、えー、っとですね、ちょっと待って、すいません、出します、ね。 はい、これなんですよ。ね、あのえ、ズームの、あ、ちょっと待って、ズームの皆さん、前見えてない、ちょっと待ってください、今あの、今シェアしますので、はい、皆さん見えますかこれなんですよ。ね、かあの斜面にならでこれが私 2016年にまた私が機会があって、あのカナダから団体に連れていくことになったんですけど、その時に撮った写真、これがその川なんですけどね。こういう川が、はい。知ってる人もいる。 ね、この映画を見たらよくわかるでしょどんなとこかっていうの。ね、まああのまあであのお地蔵様を見たらですねやっぱり、えー、あの昔、ね、もう何百年前からあるわけなんですけどやっぱりその日光のおにお参りし,しに来る人たちっていうかそのお寺さんでもそうですけど、えー 多分、ね足ね、歩いてきてるわけなんですよ。だからもう山を越えてですね、そこまでたどり着いて、そのお地蔵様を見たら、多分心がほっとしたんじゃないかなと思うわけですね。で、そこなんですよ、この心がほっとするっていうのが、私たちもこのお寺に来るため、理由はやっぱり心がほっとするわけです。それ ここには、この阿弥陀様の願いを聞きに来ている。その願いは何かっていうと、まあ、浄土真宗の場合は私ですけど、これが本願って言うんですね本。本願じゃ本願ですけどね。その本願っていうのは、えー、阿弥陀様の願いを聞きに来ている。その願いは何かっていうと、そのままで良いから来いよと。そのままで良いから来いよ で、私たちやっぱりお寺に来るといろいろ反省したりもするわけですね。で反省っていうのは自分のまあ恥ずかしい面もん自分の中で見たりするわけなんですよ。同時にですね、それでもいいからそのままで来いよっていう呼び声を出していただ阿弥陀様の働きを私たちが得られるんですね。で、やはりそれをすると、あ、そっか。 自分はこのままでもそのまんま救われる。そのまま、えー、慈悲の中にいるっていうのが、まあ、えー、お地蔵さんたちが旅人に,にそういう役割を持っていると同じように、私たちもお寺に来ると、まあ自分たちも一種の旅人なんですね。で、ここに来ると必ず阿弥陀様の呼び声が聞こえる場所である。で、えー、この心をいただいて、 私たちはやっぱりどうしても手を合わせて念仏を唱える感謝の念仏になるわけなんですね。ですから念仏っていうものは別に親鸞、まあ、承人のうんご理解ではこの念仏は頼み事ではないんですよ。私たちはナモアミダウスを言って宝くじ当たりますようにって言ってまあ まあ、よく私、あの、ゴルフしに行くんですけど、ゴルフの仲間からよ、く言われるんです。先生、念仏足りなかったね、今週は。とか言われるんですけど、まあ、全然そういうわけには、念仏は聞かないわけなんですね。でも、やっぱり、この阿弥陀様の呼び声を聞くと、自然に感謝の心を持って、何も阿弥陀仏という唱えが念仏であるということを、死難少人の教えの解釈 です,ね、ですから皆さんもあれぜひまだ、あまあ、Zoom でも、えー、構いませんんですけど、えー、お寺に寄ったりまたあのこれから先日本に行く機会があればお地蔵様でも皆様でも見て手を合わせて、えー、感謝の心を持って念仏を唱えるのが大事ではないかと、えー、今日のお話はこれで返させていただきたいと思いますが最後に、えー、一緒に合唱をお願い申し上げます。 飲まんのブス、飲まんのブのブそのああ、すみません、話もう一つ忘れたんですけど、その自雲寺というお寺の一番素晴らしいえまあ一番というのはおかしいんですけど、観光客が誰もいないということなんですね。だから、うん、い,いいんですよ。東照宮行ったらもう人だらけなんですけど、静かな道でこれがあ,あるっていうのはああ素晴らしかったです。<laughs> そうなんで、すね、はい、でそれがですね、そこ、あ,あんまりなんて言うんですか、看板とかそんなにないわけですから、本当に、えー、ご縁がなければ分からないんですよ。うんうん、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。せいさん、失礼します。はい。 失礼します。あり,ますありがとうございました。ございました。また来週よろしくお願いします。よろしくお願いします。よますさようなら。<laughs>